後ろはタックルで馬部を捕まえた。助けて、助けてください。バカ落ち着け、何もしねえ。これどうやって撮影してんだろうね。同じ人じゃないのか。僕は何も喋りませんから、殺さないで。よく聞け、俺は強盗なんかしてねえんだ。ただ惨事に巻き込まれただけだ。拳銃も宝石も知らないんです。馬部仁太郎、お前も組長だろうが、お前の助けが欲しい。知ってること全部教えてくれ。お、協力するのか。この二人が熱すぎるな。牛は馬部を立たせた。話ができるとこ行こうや。牛は馬部から全てを聞き、自分もどんな目に遭ってきたかを話した。そうか、山吹が。あなたさえ警察に出頭してくれれば万事解決するんです。早く何とかしてください。あばいな。え、お前さんはもう組の内情を知りすぎてる。サンジが組長の茶が使ったことだって知ってるんだ。しかし俺が殺意に捕まったとしても、いずれ牛尾雅美になりすましてた男がいたってことはわかる。組はお前さんの口を塞ぐだろうな。そんな助かりたかったら道は一つだ。どうすればサンジを捕まえて自白させる。それから茶家のことは黙らせる。そんなの無理だ、あいつは。その時サンジから渡された携帯電話が鳴った。もしもし。さっきの話本当でしょうね。サンジだ。ああ、下手打つと今度ばかりは茶家使いますよ。わかってる。6時半、神宮橋。それで電話は切れた。やるしかねえ。考えるんだ、牛と馬で。ロケは牛と馬部は離れたところからロケ隊を見守っている。同じ顔、同じ背格好のね、姿形の人が2人並んでるとみんな見るよな。よし、とりあえずそれで行くしかねえか。大丈夫ですかね。どう考えても人手が足りないような気がしますけど。しかし適当な人間がいねえ。あ、鷺山くんは？そうだ、あいつがいいか。仕事辞めたがってたし、この程度ならあれもできるだろう。じゃあ早速行くか。突然牛尾はタックルされた。抵抗するな、クジライ。馬ちゃん。本物の馬部にミチルが駆け寄るのが視界の隅に入った。クジライは牛尾を押さえつける。よくも騙してくれたな、おい。宝石はどこに隠した？知らねえ。俺は強盗なんてしてないんだ。犯人なんかじゃねえ。大丈夫？ミチルが馬部に聞いた。大丈夫だよ。けど。クジライはさらに牛尾の腕を絞り続ける。でも違い分かったのか？外から見たらこのミチルとね、クジライは。観念しろ。片荒れはどこにいる？本当に知らねえんだ。俺は共犯じゃねえ。まったく、役者になりすますなんてとんだ大芝居だったな。こっちは危うく強盗殺人かくまって逃亡の手助けするところだったよ。ほら、立て。クジライは強引に牛尾を突っ立てた。引っ立てたか。牛尾は顔を歪めてミチルを見た。ミチルは動けない。さあ、話はゆっくり署で聞こうか。牛尾の腕を固めたまま歩き出す。あの、ミチルが割り込んだ。何ですか？あの、いやー、ミチルさんのお手柄でした。よくぞ見破ってくれました。後で詳しい事情を聞かせてください。待ってくれ。牛尾は言った。あ？まだだ。まだカットがかかってね。何？まだクランクアップしてねえんだ。その昔、映画撮影用のカメラが電動ではなく手動式だったことから、駆動用の回転ハンドルのことをクランクと言った。撮影が終了すると、そのクランクから手を離すことから、転じて映画などで撮影が終了することをクランクアップというようになった。なるほどね。なんか当たり前にね、聞いてたけど、そういう意味だったんだ。何も終わっちゃいねえ。こんなところで降ろされるわけにはいかねえんだよ。すごい。さすが男らしい。ミチルと馬部は、はっと後ろを見る。ふざけたことを言うな。頼む、最後の場面が残ってるんだ。やらせてくれ。いい加減にしろ、この野郎。いつまで役者気取りで嫌がる。これからクライマックスが始まるんだ。寝言なら署で聞いてやる。クジライは、強引に後ろを押して歩き出した。待ってください。ミチルが叫んで前に回り込んだ。まだ全部終わってません。馬ちゃんの言う通り、ラストシーンが残ってます。ん？思いがけない言葉に、牛はミチルの顔を見た。何を言ってるんです。あなたが私にこの男のことを通報してくれたんじゃないですか。お願いです。馬ちゃんの好きなようにやらせてあげてください。こいつは馬部仁太郎じゃない。クジライは、牛尾の目尻の傷跡を強くこすり、着ている服を無理やり引き上げた。この傷も、入れ墨も、この通り消えやしない。いいか、
こいつはヤクザ崩れの強盗犯で、役者なんかじゃないんだよ。いいえ、立派な役者です。今までずっと演じ続けてきました。なんなら馬ちゃんよりもセンスがあるかもしれないっていうことは言わない方がいいね。お願いです。最後まで演じさせてあげてください。エンドマークを打たせてあげてください。牛尾はじっとみちるを見つめた。いきなり馬部がクジライに飛びかかった。逃げろ、牛尾さん。よせ、おいあんた、何をする気だ。馬部はクジライにしがみついて離れない。早く逃げてくれ。馬。そうよ、逃げて牛尾さん。みちるも叫んでクジライにしがみついた。あんたら、公務執行妨害で逮捕するぞ。早く。すまねえ。牛尾は馬のように駆け出した。そこまで熱量があったの？急に熱量出てきた感じになったけど、まあ、頑張ってたけどね。そこまでのあれだったんだね。小さなケース一つ持って、牛尾は約束の場所に向かっている。稲光と共に雷鳴が轟き、大粒の雨が容赦なく顔を叩く。約束のもの、持ってきてくれましたか？全然最後のシーン撮り終わってないって、そういう意味なんだね。最後のシーン撮り合ってないっていうのは本当に役者のあれじゃなくてこれのことだったんだね。そこに着いた途端、声がした。無表情のサンジが立っていた。ああ、ここにある。牛尾はケースを開けてみせた。中には宝石が詰まっている。本物でしょうね。くどい。見てみろ。牛尾はケースから指輪を一つ取り出してサンジに放った。サンジは指輪を顔に近づけ品定めをする。もう一つ。次はネックレスを渡した。で、この二つはあれだよね。たまたま持っちゃってたやつだよね、多分ね。サンジはこれもじっくりと確かめる。いいでしょう。本物だ。サンジは口を歪めて笑った。け、何が俺は無関係ですか。こんなにパクっておいて。これでお前のと合わせて3億円だ。十分だろう。で、条件は。もう実施ろなんて言わねえ。どこへでも行け。だが、もしお前が捕まった時は、本当のことだけを言え。単独犯だと言うんだ。俺は一切関係ない。すべてお前一人がやったことだ。しかし、随分俺に有利な条件ですね。この宝石受け取った後で、兄貴のことを殺意に垂れ込んだらどうします？サンジは薄笑いを浮かべた。その時は、白峰組が必ずお前の弾を取る。どっちにしろ白峰組には狙われてんだ。そんなの、脅しにも何もなりませんよ。お前が余計なことを歌わない限り、組の方は俺が止める。へ、一度の組を抜けた兄貴にそんな力はね。お嬢さんと結婚して後目継ぐんだ。止められる。何？お嬢さんが俺に惚れてたのを知らねえのか。これが証拠だ。牛は襟元から金のネックレスを引き出した。亡くなった姉さんがお嬢さんに渡したものだ。同じのをいつも組長がしてるのを覚えてるだろう。わかりましたよ。じゃあ渡してもらいましょうか。牛はケースを差し出した。言っておくぞ。捕まってもチャカの出所は喋るな。喋ったら組のメンツにかけてお前を殺す。へっ、約束は守りますよ。サンジが受け取ろうとした時、突然覆面パトカーが突っ込んできた。牛尾とサンジはとっさに車の陰に身を隠す。二人とも動くな。クジライがドアを開け拳銃を構えた。貴様ら今度こそ逃がさねえからな。クソ、サズに売りやがったな。売ったかどうか確かめてみるんだな。牛尾はポケットから拳銃を抜いた。何を？奴をやって逃げる。兄貴、本気か？やらなきゃクジライからは逃げきれねえ。刑事はまずい。殺したら死刑だ。こっちも必死だよ。お前も撃て。お望み通りの共犯と行こうじゃねえか。冗談じゃねえ。警官殺しはごめんだ。行くぞ。兄貴、待て。クジライ。牛は叫んで車の陰から飛び出した。うわ。ああ。牛尾は拳銃を地面に落とした。くっ。その左腕からは鮮血が流れ落ちている。サンジはこの隙に逃げようとした。車体を揺らしながら突っ込んできたパトカーがサンジの行く手を遮った。刑事と制服警官が車を降り、拳銃を構えた。動くな。抵抗すると撃つ。ヒゲの刑事が叫ぶ。撃つな。撃つなよ。サンジは両手を上げ、地面に膝をついた。なぜか拳銃は持っていない。ヒゲの刑事は拳銃を構えたまま、小柄なメガネの制服警官に指示を出した。メガネの警官は、倒れて雨に打たれているクジライのところに走り、その脈を調べる。嘘だろう。
サンジもごくりと唾を飲んで、これを見守った。やがて、制服警官は首を振った。強盗容疑及び殺人の現行犯で逮捕する。ヒゲの刑事は手錠を取り出し、サンジの手首にかけた。後ろも制服警官に取り押さえられている。違う。俺は撃たなかった。殺してないし、殺す気もなかった。俺じゃない。往生際が悪いぞ、相棒。一緒に撃ったんだし、命中したのはお前の弾だろう。苦痛に顔を歪ませながら、後ろは言った。バカ言うな。あいつはデタラマ言ってるんだ。見ろ、俺はチャカなんか持ってねえ。サンジは大きく両手を広げる。嘘つけ。本当だ。さっきなくしちまったんだ。嘘じゃねえ。信じてくれ。貴様らがグルになって強盗したことは分かってるんだ。目撃者もある。その上警官殺しとはな。今から念仏でも唱えとけ。ヒゲの刑事は冷たく言い放った。待ってくれ。俺はあいつの相棒なんかじゃねえ。確かに宝石強盗は俺だ。だが俺一人でやったことであいつは何も関係ねえんだ。仲間でも何でもない。今だってあいつが一人で殺したんだ。後ろとグルだったんじゃないのか。違う。奴は単なる客だったんだ。共犯なんかじゃねえ。宝石強盗は俺一人でやったことだし、警官殺しはあいつ一人でやったことだ。嘘じゃねえ。そうか、なるほどな。死んだはずのクジライがむくりと起き上がった。ん？よくわかったよ、サンジ。宝石強盗はお前一人でやったんだな。生きてる。拳銃を持った犯人相手に防弾チョッキもつけずに来るバカがいると思うか。クジライは呆然とするサンジの横に立った。さあ、署まで楽しいドライブだ。ちょっと待てよ。奴は、牛は捕まえねえのかよ。パトカーが狭いんでな。君。はい。ヒゲの刑事が返事をする。牛は君に任せる。あとは頼むぞ。は、わかりました。来い。観念したサンジは、おとなしく連行されていく。牛は黙ってそれを見送った。覆面パトカーにサンジを放り込んだクジライは、こちらを振り返って気持ちのいい笑顔を見せた。クジライの運転する覆面パトカーは、うなりを上げて走り去った。牛は顔を上げて振り返り、にやりと笑った。はい、カット。メガネの制服警官がいきなり叫んだ。女の声だ。オッケー。警官はメガネと帽子を取った。ミチルだった。やりましたね。予想以上にうまく引っかかってくれた。ヒゲの刑事も帽子と付けひげを取った。うまべだった。なんか行ってって言って逃げた割にはちゃんと打ち合わせしてたってこと？まったく、ここまでうまくいくとは思わなかった。こうなると、紛れ込んだのがロケ隊でよかったよ。宝石もあるし、拳銃も、火薬も、血のりまであるんだからな。ええ、おまけにパトカーも、警官の制服も揃ってるなんてね。うふふ。唯一不安だったのは出演者でしたね。てか、ミチルちっちゃいね、すごいね。こうやって見るとね。うまべも笑った。そんなことないわ。みんな最高の芝居だったわよ。特にクジライさん、あそこまでやってくれるとは思わなかった。さすがプロの刑事さんね。まったくだ。あんまり真に迫ってるんで、嫌な昔を思い出しちまった。やだ、牛尾さんたら。じゃあ私、これ着替えちゃうわね。あ、僕も。ミチルとウマベは撮影用のパトカーへ向かった。あ、やだ、私忘れてた。ミチルがパトカーのトランクを開けた。杉山くん、もういいわよ。はあ、赤い顔した杉山が現れた。赤い顔した杉山が現れた。杉山は何してたんだ？ごめんね、狭いところに押し込めて。勘弁してくださいよ、もう。それで、どうなりました？うん、無事終わったわ。とても助かった。ありがとう、杉山くん。でも僕、何もしてませんけど。杉山はトランクから出ながら言った。いや、お前さんがいてくれて助かったよ。ありがとな。牛尾も歩み寄り、杉山の手を握った。はあ、こいつが役に立った。小道具に礼言って返しといてくれるか。また叱られるかもしれないが。ああ、なるほどね。あの小道具の宝石群を持ってきてくれたのが杉山だったってことか。牛尾は杉山にアクセサリーの入ったケースと拳銃を渡した。まあよくわかりませんけど、どうせもうやめるんです。構いませんよ。最後に馬さんたちのお役に立てたならよかったです。馬さんはこっちだよ。馬部が言った。杉山は目を白黒させた。ああ、そうか。じゃあこの人がお兄さんですね。ははは。馬部と牛尾は声を揃えて笑い出した。わかった。馬さん双子だったんですか。ははは。まあそんなところだね。パトカーと入れ違いにロケバスが到着した。
ドアが開き、ものすごい形相の熊野が降りる。鷺山、こんなところにいやがったな。お前小道具に嘘ついて一体何してやがんだ。へ、変だ。僕はもう助監督なんてやめるんだ。知ったことか。そうはいかねえ。てめえはこれからも俺の下でたっぷり可愛がってやる。熊野は鷺山を捕まえ、耳をつかんでバスへ引っ張る。いてて、話せ畜生。今にやめてやる。今の時代だったらもう大変なことになりますね、こんなことしたらね。あ、そうそう。牛尾は金のネックレスを外した。これはあんたに返さねえと。古い子お嬢さんにもらった大切な品だもんな。やめてくださいよ。それ考えるとまた憂鬱になる。ああ、どうしようこれ。まあせいぜい頑張るんだな。別々に動くの引き続き。牛尾とみちるは明るく笑った。ロケバスの入り口で熊野が怒鳴った。ほら。ほら、馬ちゃん何グズグズしてんの。早く乗って。これからあんたのラストシーンだろうが。え、あ、そうか。しっかりね、馬ちゃん。やっとカムバックしたんだから。みちるが馬部の背中を押す。うん。馬部は後ろに小さくうなずくと、嬉しそうにバスへと駆け出した。でも今思えば、サンジは、警察じゃなくて、普通にだって白峰組に連れてこないとダメだったんじゃないのか？ねえ。あんたは行かなくていいのかい？後ろはみちるに聞いた。私は、後で追いかけるから。え？てか普通に馬ちゃんとみちる付き合ってたはずなんだけど、なんかこういい感じになっちゃってるけど、なんか、いいの？それは。そうか。あんたには本当に助けられた。なんて礼を言ったらいいかわからねえが。いいんです、そんなこと。それより馬、じゃない。牛尾さん、どうするんですか？すぐに警察へ？いや、その前に、寄るとこがある。どこへ？こいつの代金払いに行かないとな。牛尾は、さっき3時に品定めをさせた指輪とネックレスを見せた。一番最初に宝石店から持ち出してしまった、例の品だ。ふふ、そうね。みちるの笑顔には少し影があった。で、頼みがあんだけどな。何？俺と一緒に店まで行ってもらえねえかな。ん？まさか盗品のままであんたにプロポーズするわけにはいかねえからな。へへへ。そうなるの？いいの？なんかだってね、馬ちゃんとまだ付き合ってるんじゃないの？みちるさん付き合ってるわけじゃなかったのかな。わかんないけど、なんか複雑な感じになってますけど、馬ちゃん的にはいいのかな。え？いや、感動のシーンなはずなんですけどね。プロポーズだ。シーナ・ミシルにプロポーズする。それが今日からの大問題だった。え？牛カン？え？カンなの？3日目でカンなの？あ、そうなんだ。早く終わるパターンもあるの？へえ、そうなんだ。寂しい。でもちょっと終わっちゃうの？まあ、確かに。いやでも3時3時出さない問題はいいの？これでいいんですか？ねえ。でもそうすると牛を殺されちゃうんじゃないの？え？警察に出せばいいって話だったっけ？まあ、一旦いいか。馬ちゃん側も見てみるか、そしたら。あ、そう。終わった。うわぁ、悲しい。結構このコンビ好きだったんだよな。まだ終わってほしくなかったな。てけで、馬ちゃん側。まあ、ここら辺一緒だよね。あと追ってきて、まあでも大体見ちゃったからね。ここら辺の会話とかも一緒なんで、ちょっと、描写が変わるとこまで飛ばすか、あんま変わんないのかな。でもだからあれだね、牛尾がいなくなった後にどうなったかみたいなとこか。ちょっと違うとこまでスキップします。あ、ここで続くになっちゃった。ね、牛尾さんを送り出したとこで続くになりました。さて、この後ドラマは、牛尾コースともども急展開を迎える。そして、牛尾コースを読み進めると、ラスト近くに馬部に関するティップが現れる。そこから、馬部のその後へザッピングできる。なるほどね。じゃあ、そこからだよね。大事なのはね。あ、こっからなんだね。ザッピング。もう、ここに飛んじゃうのかな。あ、でも、こっからだね。これで牛尾が行きまして、こら、離せ。クジライさん、どうか聞いてください。これには訳があるんです。話せ。お願いします。話を聞いてください。みちるも応援した。馬部とみちるは必死でクジライに頼み込んだ。
そうだよね。クジライの目的は宝石強盗犯を捕まえるだもんね。鷺山は公園の階段にポツンと座っていた。本当にもうこんな仕事やめよう。馬部とミチルは近づいていく。本気かい鷺山くん。馬さん。ええ、止めないでください。もう耐えられません。止めはしないけど、その前にちょっと力貸してほしいんだけどな。は？そうなの。実はスタッフのみんなには内緒なんだけど、ある人にお芝居を見せたいのよ。お芝居？ええ。誰に見せるんですか？え、それは、兄貴だ。ミチルが詰まったので、とっさに馬部が答えた。あ、だから兄貴ですかって言ってたんだ。兄貴？そう、僕の兄さんに見せる。以前から、お前がちゃんと芝居しているところを見てみたいって言われててね。はあ、だったら今度、独走に出るからって言えば見てくれるんじゃないですか？それがダメなんだ。兄貴は今日、これからブラジルに移住する。え、ブラジル？あと3時間したら、日本を経っちゃうんだ。だから無理言って、成田へ行く途中こっちに寄ってもらうことにしたんだけど、あいにく僕、長い空き時間になっちゃったろ。空き時間。はい。この分じゃ撮影してるところを見せられそうもないんだ。自分でも驚くほどスムーズに出任せが出てくる。はあ、そうだったんですか。だから特別に別のところで見せ場の芝居をやって、それを兄貴に見てもらおうっていうわけ。なるほど。だからみんなには内緒でですか。ああ。ね、わかったでしょ。でもそのためには、どうしても鷺山くんの助けが必要なのよ。はあ。鷺山くんには、ぜひ小道具を担当してほしいんだ。私は衣装とメイク。馬ちゃんは車関係。どのシーンですか？で、まあ説明は後。とにかく、急いでここに書いてあるものを借りてきてほしいの。え、でもそれはちょっと。大丈夫よ。リュク・ハマジが急にまた無理言ってるとかなんとか適当なこと言えば。まずいんじゃないかな。いいじゃないか。どうせ辞めるんだ。だったらその前にみんなでパーッと遊んじまおうよ。パーッと。そう、それで鬼のチーフからもバイバイだ。よし、やりましょう。鷺山は熊野のことを出した途端に燃えてきた。そして鷺山はなんとか注文通りのものを用意して戻ってきた。これからどうするんですか？うん、君は最後に登場する予定だから、それまでこの中に入っててほしいんだ。馬部は撮影用パトカーのトランクを指した。え、ここ？ごめんね。ちょっとの辛抱だから、お願い。ミチルが優しく言う。どうするんですか、それで。とにかくもう時間がない。急いで。ちょっと。無理やり鷺山を押し込み、すぐに車を発進させた。トランクの中なんか入れないよね、実際ね。エアコンとか、ないよね。トランクだとね。どうなんだろう。口ひげ分かりやすいけどな、割と変えてみると。ザ・口ひげだけどね。馬部は口ひげをつけ、帽子を目深にかぶって前方をじっと見つめている。助手席には小柄なメガネの制服警官が座っている。よし、行くぞ。馬部は車を急発進させた。馬部の車はその場を逃げ出そうとしていた3時の行く手を遮って止まった。馬部は制服警官と共に車を降り、拳銃を構えた。動くな。抵抗すると撃つ。見ると、クジライが胸を撃たれて動かなくなっており、後ろも腕から血を流していた。撃つな。撃つなよ。サンジは両手を上げ、地面に膝をついた。なぜか拳銃は持っていない。馬部は拳銃を構えたまま、制服警官に指示を出した。警官は雨に撃たれているクジライのところに走り、その脈を調べる。嘘だろ。サンジもごくりと唾を飲んで、これを見守った。やがて、制服警官は首を横に振った。強盗容疑、および殺人の現行犯で逮捕する。馬部は手錠を取り出し、サンジの手首にかけた。後ろも制服警官に取り押さえられている。違う。俺は撃たなかった。殺してないし、殺す気もなかった。俺じゃない。往生際が悪いぞ、相棒。一緒に撃ったんだ。命中したのはお前の弾だろう。苦痛に顔を歪ませながら、後ろが言った。バカ言うな。あいつはデタラメ言ってるんだ。いや、でもよくここで、これとこれは別って言ってくれたよね。見ろ、俺はチャカなんか持ってねえ。サンジは大きく両手を広げる。嘘つけ。本当だ。さっきなくしちまったんだ。嘘じゃねえ。信じてくれ。貴様らがグルになって強盗したことは分かってるんだ。目撃者もある。その上警官殺しとはな。今から念仏でも唱えとけ。馬部は冷たく言い放った。待ってくれ。俺はあいつの相棒なんかじゃねえ。
確かに宝石強盗は俺だ。だが俺一人でやったことで、あいつは何も関係ねえんだ。仲間でも何でもない。今だって本当にあいつが一人で殺したんだ。まあ、これですよね。牛尾とグルだったんじゃないのか。違う。奴は単なる客だったんだ。共犯なんかじゃねえ。宝石強盗は俺一人でやったことだし、警官殺しはあいつ一人でやったことだ。嘘じゃねえ。そうか。なるほどな。まあ、ここら辺は一緒ですね。よくわかったよと。防弾チョッキ。防弾でも撃ったは撃ったってことなのかな。これ狙いが定、なんかね、顔に当たっちゃったりとかしたらもう死んじゃうけどね。危な。まだ血のりとか言ってたから血のりでやったのかな。はい。というわけで、サンジが連れて行かれましたよと。この顔この顔すごい眩しいしね。なんかね、なんか道中さんこういう格好してるとなんか印象がだいぶ変わるよな。やりましたねと。はい、ここら辺は一緒ですね。だからあとはあれですよね、馬部側はどう終わるのっていうところですよね。で、鷺山くんが出てきたと。お、そうだ、こっから戻るんだ。そうだ、自分には帰る場所があったんだ。馬部は後ろに小さくうなずき、喜び勇んでバスへとかけていく。え、でも結局じゃあね、あの女の人と白峰組の人との結婚は馬部がすんの。でもそしたら3時連れてくる子ない問題になるし、なんかよくわかんないね。はい、じゃあいよいよ組長の最終カット、本番いくよ。周り静かに願います。よーい、はい。馬部の演技が始まった。若いうちに無茶をしないでどうする。どんどん行けばいいさ。だがな、倒れるときは男として前のめりに倒れるんだ。いいな。かっこいいこと言ってるね。お、できるじゃん、馬ちゃん。いや、でもこれを機に馬ちゃんのこの成長が見えるのはすごいちょっと胸が熱くなる展開ですね。お、ロングマン馬かん。いやー、これで終わりか、牛馬。馬牛。はい。というわけでございました。というわけで、切りがいいんで一旦切るんですけど、うわ、これで終わりだのか、寂しい。この後出てこないよね。出てこないよな。はい。というわけで、次回ね、違う人たち読んでいくんで、楽しみにしていただけたらと思います。プライムが喋ってました。バイバイ。